初登場は A ランクだったが、ホークスプリット持ちはなかなか強そう。選手会長に就任し、特殊能力は超奪三振20丸。ステータスが強化され、前半戦だけで三冠風を記録した。覚醒 S ランクで登場。自身初の2桁勝利を記録し、右のエースとしてチームを牽引した。ジャイアンツへ FA 移籍。登板数は諸事情により少なかったが、継投によるノーヒットノーランでの勝利投手。 B ランクの登場だったが、今度は一人でノーヒットノーランを達成した。クロスピセレクションで登場。称号で9位 A を狙える能力。球種がスプリットからチェンジアップに変更され、9月には5年ぶりのセーブを記録した。背番号を11へ変更。6月は負けなしで月間 MVP。 9位スタミナ同値で登場し、特殊能力に対ピンチが追加され、最多勝利、最高勝率、最多奪三振ベスト9を受賞した。ポスティングでブルージェイズへ移籍したが、思うような結果を残せなかった。日本球界復帰後初登板で勝利投手。しかし最終的に7連敗でシーズンを終えた。背番号を17へ変更し、期待されていたがここまで1試合の登板。